まずはお腹いっぱいたらふく食べられるお財布に優しい定食が登場します。ご飯が進む人気の定食、紹介するのは JR 静岡駅の南ビルの1階にある居酒屋たらふく。オープンしたのは2年前、常連さんや駅を利用する人など多くのお客さんに親しまれています。夜は居酒屋でランチは定食屋さんをさせてもらってます。今提供している定食は11種類、すべて1000円以内でご飯のおかわりも無料なんです。オープンからずっと人気なのは角煮ですかね。まあ、結構長い時間煮込んで、まあ、ご飯に合うように味は濃いめなんですけど、あとはまあ温玉を添えて出してますね。3時間以上煮込んだ柔らかい豚バラ肉の角煮、半熟卵を加えると濃いめのタレが程よい味わいになり、ますます箸が進みます。そのついてる温玉とタレをご飯にかけて食べられる方も結構いらっしゃるので、ご飯は進みますね。続いては鶏の唐揚げとピリ辛な麻婆、この2つが一緒になった麻婆鶏からの定食です。麻婆ソースが比較的何にでも合いやすかったので、人気の鶏からと合わせたら美味しくなったっていう感じですね。ニンニクとオイスターソースを使ったコクがある麻婆ソースとジューシーな唐揚げ、まさにご飯が進むこと間違いなしの最強の組み合わせです。ボリューム感あるカツカレーも、味噌汁やサラダ、小鉢がついた定食スタイルで提供。カレーは隠し味にコンソメを使い、とんかつとの相性もバッチリ。こちらもご飯のおかわりは無料です。お腹いっぱい食べていただければいいかなと思って、どうしてもランチタイムの限られた時間でなかなかゆっくりもできないんですけど、まあ、その中でもお昼ご飯で楽しんでいただければなと思ってやってます。そして夜の人気メニューは、これからの季節恋しくなる黒いスープの静岡おでん、牛すじの出汁で煮込んだ昔ながらのスタイルです。こちらはテイクアウトで楽しむこともできますよ。静岡市の居酒屋たらふく、ランチは満席になることが多いので早めに来店することをおすすめします。